こんにちは。こちらみかん放送局レポーターの山口です。本当に暑い日が続きますね、あんまりにも暑いので、今回は皆さんにとっておきの涼しい場所を紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。あちっちっちっおちはい、こちらが目的地の入り口です。この階段を上がったところに目的地があります。到着しました。ここが国指定史跡須瀬のジャーノです。で、早々ですけど早速入ってみたいと思います。さて、洞窟の内部に入ります。入り口は狭いんですが、中はこんな感じです。今見えましたか？コウモリがいましたよ。奥行きは70メーターってことなんで、かなり奥まで進むことができます。ただちょっと今日はそこまでは、行きませんけど、行けるとこまで行ってみましょう。以前はって言いますか、子供の頃ですね、よくかくれんぼしました、みんなで。ここは、今ブロックが置いてありますけど、水がある場所なのかな。わ、コウモリがいっぱいコウモリがいっぱい、どこ行っちゃったんだろう、コウモリくん。子供と一緒にですね、こうやってコウモリ見たり、この中でですね、いろいろとかくれんぼしたり、あと、昔のどんな風に人が暮らしてたのか、そんなものを思い浮かべたら結構楽しめるんじゃないでしょうか。この奥まだ相当続きます。だいぶ先まで行けますよ。でもちょっとカメラ持ってるんで、ここで勘弁させてください。いや、入り口まで来たら眼鏡が曇ってしまって、こんな感じ何にも見えません。やっと出てこれました。疲れた。外はやっぱり暑いですね。風が吹いてるとはいえ、やっぱり真夏ですんで、それなりの暖かさです。今私が中入ってまいりましたが、行った場所がここです。このプールと書いてあるところ、ここまで行きました。まだこの先ですね、これだけの広さがあります。こんな空間を使ってですね、探検ごっこやられたら、結構楽しめるんではないでしょうか。しかもたっぷり涼めますよ。でもまだ暑いって方、ここのそばにはですね、もう一箇所涼しいポイントがあるんです。そこへ今からご案内しましょう。さあ、着きました。ここです。水がコンコンと湧き出てますね。疲れたんで、早速ちょっと水をいただきたいと思います。お、冷たい、本当に冷たい。これ冷たいだけじゃなくて、とっても甘くて、でなおかつ柔らかい水ですね。軟水っていう部類になるかと思います。で、あと実はここ洞窟になってまして、ここからものすごく涼しい風が吹いてきます。ですから本当ここ立ってるとですね、クーラーの前にいるよりか涼しいぐらいですね。全然この夏の暑さ感じません。ジャーナで遊び疲れたらここへ来て涼んで
美味しい水を飲んで、ちょっとゆっくりされてはいかがでしょうかね。それで半日は涼しい思いできると思いますよ。もう一杯気持ちいい。いかがでしたでしょうか。豊橋市の瀬、皆さんも来てみてください。